旅行代理店旅行代理店とは、交通、宿泊などの要素から構成された旅行商品を企画、実施、あるいは仲介して販売する会社のこと、旅行会社とも呼ばれる。他の故障として、旅行業者、旅行あっせん業者、ツーリストビューローなど、店舗を持たないオンライン旅行会社やビジネストラベルマネジメント対応の旅行会社に関しても、本校で記述する。 旅行業法上の旅行業等の区分には、観光庁長官の登録が必要な第一種、旅行業、本社所在地の都道府県知事の登録が必要な第二種旅行業、第三種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業がある。旅行業法によると、第一種、第二種、第三種、地域限定旅行業を営む事業者は、 一定額以上の財産的基礎があることが求められており、また協託書にあらかじめ一定額を協託しなければならない。なお、旅行業法第3章の定める旅行業協会に加入した事業者は、弁済業務保証金分担金として個分の1の金額を納付することにより、これに変えることができる。法的には、各営業所に1名以上の総合旅行業務取扱管理者、 国内旅行業務取扱管理者、地域限定旅行業務取扱管理者の区分による資格を持つ者の選任と営業時間中の常駐が必要となる。2017年3月のテルミクラブの経営破綻を受け、第一種旅行業者は2018年4月から観光庁に毎年1回、決算申告書、納税証明書、純資産、取引額の書類提出が 5年に1回行われている旅行業の更新の際にも公認会計士などのチェックを受けた書類を観光庁長官へ提出することがそれぞれ義務付けられたほか全事業年度における海外募集型企画旅行の取扱額が8億円以上の業者は取扱額に応じて営業保証金が900万円から5000万円 弁済業務保証金分担金が180万円から1000万円が、それぞれ追加負担となる。また、第1種、第2種、第3種のすべての事業者に対しても、2018年4月以降、純資産に対して、取引額が大きい企業や、取引額が急激に増大した企業に対し、日本旅行業協会、または、全国旅行業協会が立ち入り調査を実施する。 地域限定旅行業は、全事業年度の取扱額が400万円未満の場合における営業保証金が100万円から15万円に引き下げられた。なお、旅行を申し込む利用者が、これらのいずれにも登録していない無登録業者と契約した場合、トラブル発生時において、旅行業法その他の関係法令に基づく法的保護は受けられない。また、 日本語のホームページを開設しているが、日本国内に営業所を持たない海外の企業と契約した場合は、同様に法的保護の対象外となる。第1種旅行業者は、観光庁のウェブサイトから確認が可能である。第二種旅行業者、第3種旅行業者等は、東京都、大阪府等、各都道府県のウェブサイトで確認可能となっている。標準旅行業約款とは、 観光庁長官及び消費者庁長官が定める旅行業者の標準普通約官である構成、編集店舗を通じた旅行商品の販売を行う事業者。英語圏ではトラディショナルトラベルエージェンシーと呼ばれる。日本の場合、従来型の旅行代理店の業務としては主に以下が挙げられる。旅行会社の業務は旅行商品の企画造成とその販売の二つの面を持つ。 大手企業では、両業務を共に行う企業が多いが、企画造成に特化して販売を提型企業に委託するホールセラー専業の企業もある。これに対し、ホールセラーから受託された旅行商品を販売する企業はリテイラーと呼ばれる。旅行代理店と呼ばれる旅行会社の営業店舗はリテールを専門としている。日本の旅行業法の規定では、 従来型の旅行代理店が販売する旅行商品は、募集型と受注型の企画旅行、及び手配旅行に分類される。インターネットの普及以前は、遠隔地の宿泊施設や、交通機関の手配は、旅行代理店を通さなければ、困難とされた。しかし、インターネットの普及以降、個人で容易に手配が可能となったことから、旅行者が旅行代理店を経由せず、 宿泊施設や航空会社などと直接契約するケースが増加した。この影響から日本の旅行業者及び旅行業者代理業者数は1995年から2015年の間に約4分の3に減少している。他産業と比較して旅行業の収益性の低さが指摘されており、このため従来型の旅行代理店はオンライン販売を合わせて行うと同時に サービスの手厚さを求める需要層に向けて、富裕層やシニアを対象とした、高品質旅行商品の提供や、目的特化型旅行商品の開発など、差別化されたサービスの強化が図られている。また、JTB など、大手企業を中心に、マイス需要の取り込み、ビジネストラベルへの注力や、地方創生事業への取り組み、国境を越えた事業展開も進められている。 オンライン販売に特化した企業で、英語圏を中心に、オンライントラベルエージェンシーと呼ばれる企業。利用者は、オンライン旅行会社の運営するウェブサイトや、モバイルアプリ内で、旅行商品の手配を行う。伝統的旅行代理店の淘汰が進んだアメリカを、はじめとして、2010年代に旅行産業における、主要プレイヤーとなり、日本においても、楽天トラベルを運営する楽天や、 ジャランネットを運営するリクルートなど、従来型の旅行代理店と異なる企業が旅行業者としての登録を行い、旅行産業の中でウェイトを持つようになっている。世界的には、ブッキングホールディングスとエクスペリアグループが、この分野の2大企業となっている。また、各企業でオンライン販売される同内容の旅行商品を、企業の枠を横断して旅行者に提示する。 メタサーチ運営企業が存在感を高めており、世界的にはトリップアドバイザーが代表的企業となっている。なお、外資系のオンライン旅行会社は、日本国内に営業所を持たないため、日本の旅行業法の定める旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進に関わる法的義務を負っていない。このため、外資系のオンライン旅行会社を利用する場合、 日本国内を目的地とする場合でも、基本的に旅行業法による保護の対象、企業の出張業務を一元的に受注、管理し、出張費用の削減、経費管理、危機管理などのサービスを行うビジネストラベルマネジメント対応の旅行会社が、欧米を中心に広がっている。企業活動のグローバル化に伴い発達した事業形態であり、一般企業が、 旅行業者として登録された BTM 対応のグループ企業を持つ場合のほか近年ではビジネストラベル専門のノウハウを持つ旅行会社が現れている。世界的にはアメリカンエキスプレスやカールソン・ワゴンディ・トラベルなどが BTM を専門とする代表的企業となっている。令和元年度における取扱い額及び売上高を示す。旅行業界では一般企業における 売上高とは別に、取扱額と呼ばれる指標が用いられている。取扱額は観光庁による集計。取扱額には旅行業以外の部門を含めないが、売上高には旅行業以外の数値が含まれている。また、取扱額は、四者五入表示であり、海外旅行、外国人旅行、国内旅行の各部門の加算値が合計と一致しない場合がある。 伝統的旅行代理店2019年の伝統的旅行代理店の規模を示す。数値は各社の年次報告書によるオンライン旅行会社2019年のオンライン旅行会社の規模を示す。数値は各社の年次報告書によるビジネストラベルマネジメント2019年の取扱額を示す。数値はトラベルウィークリーのデータによる大衆の旅行の期限として 金世の産経を挙げられることと関連して、日本の旅行代理店のルーツの一つとして、ご士や選達などが挙げられる。彼らは、社寺に所属する下級の神職や、僧侶などで、各社寺の布教のために村々に孔を組織し、信者を獲得していった。定期的に村を訪れ、社寺のお札を配ったり、教えを説教したりした。そして、村人が社寺に参拝する際には、 彼らは案内人として車寺まで先導し、謝辞に到着すれば、宿泊先の斡旋や提供、急所名籍の案内解説を行い、謝辞参拝の取り次ぎを行った。この際の参拝者のもたらす収益は大きなもので、信者名簿は顧客リストとして重要視され、高額で取引されるようになり、また借金の方ともされた。これらの制度は、明治に入り政府により廃止されたものの、 近代の大衆旅行の基本的な形がすでに出来上がっていた。明治に入り、外貨の獲得を目的として観光業の有用性が注目され、1893年、渋沢栄一を中心に法日外国人旅行者のもてなしを目的とした寄品会が設立された。1905年に、南信介が日本旅行の前身となる日本旅行会を創業。 日本で初めて鉄道の貸し切りを行い、伊勢神宮や高野山などの参拝旅行を企画、実行、団体企画旅行造成の先駆けとなった。続いて1912年、訪日外国人旅行の促進、圧線を目的とした任意団体、ジャパンツーリストビューローが官民合同で設立された。1964年の東京オリンピック開催に伴う交通インフラ整備と、 海外観光旅行の自由化を受け、1965年、日本航空が海外パッケージツアー、JAL パックを発売。続いて1968年、日本交通公社が日本通運と共同で海外パッケージツアー、ルックを発売。1970年には、日本交通公社が国内パッケージツアー、AS を発売。以降、旅行会社各社による パッケージツアーが普及した。世界的には、イギリスのトーマスクック社が、近代的な意味での最初の旅行代理店とされる、旅行業界全般を扱う情報サイト、ありがとうございます。